きなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花です。ということで、この後結構からの移動なんですけど、そう、大阪ファンに移動なんですけど、朝早くに起きてたのにお昼寝をしてしまって、思ったより時間がなくなってしまったので、15分ぴったりに今日終われるようにしたいと思います。すいませんね、ちょっと間にか眠ってしまっていた。はい、いきますね皆さんいきますよ皆さん、いくよ。今日何日？2日だよね。本日1月5日から何日までですか、1月5日から11日までの1週間はエッセイ47の素敵な日本酒発売記念との発売記念の特別ウィーク第2弾、私大西桃花のショールームをご覧の皆様に特別なプレゼントがあります。画面の右下にあるカートボタンを押してショップルームにて書籍を予約していただくと、特典として限定ポストカードをもれなくプレゼント。さらにさらに数量限定で私の直筆サイン入りのポストカードが当たっちゃいます。気になるポストカードの絵柄はこちら。じゃーん。じゃーん。こんな感じでーす。じゃーん。はい。本日から1週間しかゲットできない特別な特典ですので、ぜひお見逃しなく。画面の右下のカートボタンを押してショップルームにて書籍を購入していただくと、特典として限定ポストカードがもらえなくプレゼント。ぜひお買い求めください。以上。よし、読んだ。これ1週間毎日やるからね私これ私1週間これやることになってるので、皆さん頑張ってください。頑張ってくださいっていうのは、買ってねっていう頑張ってじゃなくて、頑張って聞いてねっていう頑張って聞いてください、1週間録音しとくって、確かに録音しとこかな今日は録音でしょうか、録音じゃないでしょうか、クイズおもろ キャップをかぶったお兄さんのポストカード、今回は私キャップかぶってますか。配信中しか買えないんでしょうね。そうなんです、私のこの今配信している間にしか買えないので。そうなの、だから1日大西がどの時間にやってやるかはみんなわからないからさ。修行だねマジで運いい方だけが買えるって感じになってしまうかもしれない。マジでちょっと寝すぎたわ今日。
てんね。今日に今日なんかもう15分ぴったりで終わろうとしてるからね私。ごめんね、寝すぎたわ。そんなに寝たなんて。寝た。今日何時に一回起きたんだっけな。9時半ぐらいに一回起きて、でそれでも8時間ぐらい寝てたの。昨日1時過ぎぐらいに寝れたから、そう、あれすっきりしたわと思ってご飯食べて、朝ごはんで。でもせっかく早く起きたしもう一回寝ようと思ったら1時半だった。うん、本当に最高なんて、最高。ね、チュールって言わないで、これチュールじゃないから。うん、うん、俺も今日10時間ぐらい寝たって。寝る子は育つんだよ。こんだけ寝ても夜寝れるんだ。余裕で寝れる。ふん。これあれだよ。プラセンタシーだって。これマンゴーゼリーみたいな。美味しいの。ほら。いや、チュールやな。うまっ、うまっ。今日大阪前乗りなのって。イエス。でも大西はいつもみたいに早い時間に行けないから、今日だからみんなとご飯とかは今日大西はなさそう。最後のファミーティングなんだが、それがちょっと寂しいけど、まあ大阪はよく行くしね。そうなの。明日大西最後ファンミーティング、楽しみ。みんなでアイドルなんかじゃなかったらとかね、最後なんじゃないかな。ぜひお待ちしております。握手会も最後。あ、そうだね、握手会も最後だ。大西明日そうですね。こないだの個別握手が一応個別としては握手が最後なんですけど、こういう全国握手会みたいなさ、昔の善悪みたいな感じじゃん、ファンミーティングって。まあまた違うけど、まあ、今回も個別で握手はあるけど、まあ最後だね今回が。楽しみたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで、ちょっとそれおぶちランキングの方呼んでいっとこうかしら。いきますわよ。まあ、1位よっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がカンタムさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がつばささん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が黒島のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がはるまアットマーク K さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がアルさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がタイチャアットマーク、おタイチャアットマーク、明日ファミよろしくお願いしますさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がユミちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がとち太郎さん、ありがとうございます。イエイ。そしてさあラストがみゆちゃん、ありがとうございました。イエイ。
ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ということで、きっともうすぐ15分になると思うので、終わったら荷物を持ってレッツゴーしてお稽古にまず行っていきたいと思います。今日も稽古頑張ってね。ありがとう。でも今日稽古時間短いんだよね。そう、私そうなの。そうだから本当はお稽古時間あれあと4分、あれそ、あれまだそんな意外と時間あった、あれあれ私大丈夫そう時間あれ2時に始めたらまあいけるかなと思ったんだけど、あれ私2時くらいで始めなかった、あれ そっから遅れてた、もしかして、あれ2時4分から、あれ意外とギリじゃないの意外とギリじゃ、自分が思ってたよりギリでした、うん、あ、よし、何の話しようと思ったんだっけ。あ、だから今日稽古が割と本日は短いんだよね。そう、まあ、この時間に家にいるから、まあ、そうなんだろうけどさ、でも新幹線のね時間までもね割と時間があるんだよ。本当はそこで配信しようかなと思うんだけど、する場所ないなと思って、ちょっとギリギリだけど今しちゃったんだよね。飯食べてきたなんて、確かみんなが大阪できっとご飯を食べているだろうから、もしもなんか食べてってやろうかな、たこ焼き食ってってやろうかなふふ東京でたこ焼き食ってってやろうね。あれっていつまで、ジョイサウンドのコラボもう終わる？あれ1月の何日かまでだったよね。8か。終わるまでに行きたいんだよなと思って、それもありかなと思ったんだけど、お飲み物だけ飲みに。あれはジョイサウンドに、はい、カラオケ行ってジョイサウンドに入ればあのメニューが頼めるっていうことで合ってる？さあ、そういうことじゃないのか。やっぱそうだよね、開催店が限られてる。ああそうなんだ。あ、テイクアウトもあるよって。え、テイクアウトできちゃうの？何それ、めっちゃいいじゃん。そっかそっか、対象店舗があるのね。それは調べたらわかるか。あ、店による。あー、なるほどね。テイクアウトできるならテイクアウトしていきたいな。ちょっとテイクアウト情報あったらまたちょっとどっかで教えてください。僕、私ここではテイクアウトできたよってよし、ということでそろそろ、え、東京だとテイクアウト1店舗なんだって、どこだろうそれ。あ、立ちましたね。よし、行きます。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？品川？オッケー、品川か品川ね、品川、品川、品川の
まだちょっとよかったら教えといて。はい、いきなりですが質問です。皆様の好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。AKB48 の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではお稽古行ってきます。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。